上村健次郎1月3日から1979年4月3日は日本の俳優。東京府豊玉郡内藤原宿町出身。1932年に東京府立第六中学校を卒業後、日本俳優学校に2期生として入学。小野江菊五郎の下で演技の修行を積み、新興キネマに入所。 1936年6月公開の街の姫君で俳優の仲間入りを果たす。以降、新興キネマが大日本映画に合併される1942年までの間に70本以上の作品に出演した。合併後は大日本映画専属となるが、当時の日本が戦火の火中にあったことから、間もなく南方戦線に召集される。1945年、 終戦によって、上村は大英に復帰。ここでは戦争の爪痕を引きずった役や、当時の大英の基本路線であった、多数のサスペンス作品で活躍した。1954年、映画制作を再開した日活に移籍ここでもバイプレイヤーとしての才能を発揮し、アクションものでは、黒幕役を演ずるようになる。 映画産業が社用化した1960年代後半からは、テレビドラマに、活動の比重を置き、父親、老人役の常連として、多くの作品に出演した。同期には、佐藤木三郎、山形伊三津田県、加藤吉美がいた。1979年4月3日、十二市長選考の試し去。65歳没。などなどなど。 ありがとうございます。